ニューキャッシュとは、財務管理を行うための会計ソフトウェアの一つ。Linux や Unix 系オペレーティングシステム上の GNOME 環境で動作し、GPL ライセンスの下で配布されているフリーソフトウェアである BSD、ソラディス、MAX でも動作する。バージョン2.2例以降では、Microsoft Windows もサポートされるようになった。個人の金銭管理。 とりわけ家計簿として利用できるほか、比較的小規模企業の財務管理に役立つように作られており、複式簿記の仕組みを取り入れた財務管理を行う直感的な操作が可能なインターフェースが採用されているバージョン 2.2X においてはアプリケーションメニューの一部が完全に日本語化されていないが通常の利用には差し支えがないバージョン2.23に至って ほぼすべての日本語化が完了した。ニューキャッシュは取引付き費の表示や利用通貨の国際化に対応している。アプリケーションメニューの表示は中国語やデンマーク語、フランス語、ドイツ語をはじめとして21カ国語に対応している。また、ドキュメント類については英語やフランス語、ポルトガル語、スペイン語で利用できる。ニューキャッシュは GPL のもとで配布される。 自由なソフトウェアであり、GNOME アプリケーションの一つに含められる。為替レートの設定多数の編集機能が備わっているが、その一部を以下列挙する。それぞれのリリースには、一般ユーザー向けに配布される安定版と、開発者向けに用意された開発版の2種類が存在する。リリース番号の第2番目の数字が偶数であれば、安定版。 奇数であれば開発版という扱いとなっている。過去のニュースフリーの財務ソフトウェアニューキャッシュ。2015年5月7日閲覧。ニューキャッシュ2 2 3ール g z をインストールしたときは、初期設定画面が英語で表示されるため、未だ完全に日本語化されていない。日本語ドキュメントも未整備である。特徴。 ザニュ New Cache Project 2012年10月29日閲覧例えば2.2令和安定版2.1令和開発版 http.com スラッシュスラッシュアイエスティ o, r, g, slash, p, i, p, e, r, m, a, i, l, slash, g, n, u, c, e, s, e, 1-h, a, n, n, o, u, n, c, e, slash, 2, 0, 1, 3, dash, d, e, c, e, m, p, e, r, slash, 0, 0, 0, 1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 , 2, 1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 , 1, 1, 2, 1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 , g n u c a x h o r g s l a p e r m i l g n u c a x h a n n o u n c e スラッシュ2 0 e c e m b e r スありがとうございます。